はいどうもこんにちは。この動画では After Effects を使って歌詞動画に使えそうなテクニックをご紹介していきます。歌があまり得意でないジャイアン系の人は歌詞動画の代わりにジュゲムや短歌を書いてみたり、螺旋階段、カブトムシなどの好きな言葉を14個ほど並べてみてもいいかもしれませんね。それでは早速本編を見ていきましょう。アクションということで、早速この After Effects 画面に堂々と座り込んで背景と同化しているメガネ野郎の写真の上にテキストを記入していきます。とりあえずこれを見ているあなたが長生きできるようにジュゲムとでも書いていきます。文字と書いてあるパネルから文字の大きさだったり太さ、フォントを調整できます。ひとまず今回はボールドとかにしておいて、文字を太めに表示して見えやすくしておきましょう。キーボード P で位置を表示することができますので、このテキストが表示される位置を決めていきます。膝の高さに配置して膝ジュゲムにします。そうしたら今度はこのテキストの表示時間ですが、2秒のところで切りたいと思いますので、オプション括弧でクリップをカットしておきましょう。ここで歌詞動画で共通するアイデアとして、入りと終わりを決めるというのがあります。つまりテキストがどう入ってきて最後にどう消えていくのか、この2つを意識してみましょう。まずはシンプルなやつを作っていきます。キーボード T を押して不透明度を表示します。このストップウォッチマークを押すことでキーフレームを打って 100% の数値を保持しておきます。そうしたらこのキーフレームですが、これを選択している状態でオプションシフト方向キーを押してキーフレームを10フレームほど移動させておきましょう。そしてクリップの一番最初のところでは不透明度の数値を 0% にしておくことで、膝ジュゲムが画面から消えていきます。キーフレームを打っておりますので、0から 100% になるにつれて膝ジュゲムが現れるアニメーションが出来上がりました。これが入りというやつです。そうしたら今度は終わりのところも同じ要領で作っていきましょう。同じならもうキーフレームを押さなくていいと思っているかもしれませんが、いや限界だ、押すね。今度は 100% から 0% になるようにキーフレームを打つことでテキストが消えていくように見せることができます。基本的にグリッチだろうがモーションブラーだろうが、どうやって表示してどうやって非表示にするかというのをまずは考えておくと、テキストが表示される時間の感覚がつかみやすいかもしれません。特に音楽に合わせて作るときとかはそうですね。さあそうしたらお次はこのテキストが表示されている間に何かしらのエフェクトとかを加えたいと思ったときに使えるテクニックです。そしたらこのクリップはコマンド D ことコマンド D で複製しておいて、もう少し後ろに配置しておきます。今度はジュゲムジュゲムと2回ほど繰り返すことにしましょう。またまた位置は見えるところに合わせておきましょう。そしたらこのテキストをちょっとしたグラデーションをつけていきます。エフェクトからフラクタルノイズというものを見つけ出してこいつを適用しましょう。するとジュゲムに霧のようなものがかかって、グラデーションのような模様のようなものが出来上がりました。今回はフラクタルの種類を最大にしておいて、明るさはマイナス 20.0、 コントラストを 130.0 にしておいて、黒い部分を多めにしておきます。これは背景が明るいから見えやすいようにしているだけでございます。なので背景の画像によっては数値を変えてみても OK です。おなじみの位置を開いておいてから、このキーフレームもスイッチを入れておきましょう。切りのいい線とかにしておきます。そしたら最後のあたりで950とかにしておいて、2秒間でゆっくりと横に動くような動きを作っていきます。とまあこれは先ほどやったキーフレームの動きなのですが、次はエクスプレッションというものを追加していきましょう。エフェクトのフラクタルノイズを見てみると、展開というのがありますので、これを動かすことで文字の模様がうねうねと動くようになります。この展開をオプションクリックすることでタイムラインに文字を記入できるようになりました。ここに展開に対してタイム ×100 というふうに記載しておくと、1秒間に数値が100ずつ増えるようになっていきます。これだけでもなかなか動きが加わりますね。さらにここにエフェクトを追加してみましょう。エフェクトのところから VR デジタルグリッチというものを適用します。すると文字にグリッチとかブレのようなものが加わるようになりました。どうやらこの VR デジタルグリッチの中のマスター振幅を動かすことでグリッチを増やしたり消したりすることができるようです。ということで、またまたエクスプレッション。これまたマスター振幅をオプションクリックしてヘブンズドアーと叫びながらエクスプレッションの画面を発動していきます。今回はここにランダム100というふうに記入しておきましょう。するとマスター振幅のやつに100までの数値をランダムに表示するように命令することができるようになったので、グリッチがチラチラするようになります。
他にもトランスフォームとかを開いてスケールの値を変更することもできますと、エフェクトを加えると色々と入れたくなる気持ちもわかりますが、文字を読んでもらうことが大切なので、読みやすいように形状歪み X というところの数値を 10.0 くらいに下げてグリッチを控えめにしておきます。さあ、これだけでもいい感じですね。そしたら今度はこのテキストに対して色をつけてみようかと思います。エフェクトからチャンネルミキサーを探してこれを適用しましょう。ここから赤々と書かれている数値を50くらいにしておいて水色っぽくしておきます。また緑緑の数値も下げておいて赤を加えていき、若干紫の高貴な色にしていきますと、まあこんな感じで白い部分を好きに色付けしてみると楽しいですね。さあと、まあこんな感じで入りと終わり、そして途中の3つで考えていくと、歌詞動画だろうが14の言葉だろうが作りやすいのではないでしょうか。さあ、これで基本的な歌詞動画の作り方が分かったところで、ここからは応用というか打足です。せっかくなので私がたまに使う歌詞動画に使えそうなちょいと面白いエフェクトとかをご紹介していきます。まず入りと終わりをさっきは不透明度で作っていきましたが、これをエフェクトから CC レンズというのを適用して作っていきます。これを使うとレンズとかレンズボールを通したかのように映像を歪めていくことができます。まずはこのセンターというのが中心ですね。これを動かすと歪みの位置が変わります。そこで歪みの度合いを大きくするためにサイズを今回は200にまで広げておきましょう。そしたらこのセンターの位置ですが、画面の左側に配置して文字が見えなくなるようにしておいてからキーフレームを入れておきましょうか。そして10フレームほど移動しておいてからセンターを文字が見えるところに引っ張っておきます。何やらキーフレームが増えてしまって分かりづらいと思ったら、キーフレームを2つ選択しておいてから右クリック、そしてここからレッドとかを選ぶことでキーフレームの色を赤にすることができます。このキーフレームは F9 で Easy Ease にして動きが滑らかになるようにしておきます。滑らかなることプリンのごとくってのはこのことでいい。そしたらこのキーフレームを1つ選択しておいてからグラフエディターの画面を開いておきます。右クリックをすると値グラフと速度グラフというのを確認することができますが、今現在は速度グラフを開いております。すると中央で速度がマックスになっておりますが、これをハンドルを引っ張っていって最初の方で速度が一気に速くなるようにしておきます。すると滑らかな動きなんですが、最初の方で一気に滑り込むように入っていきました。慌てん坊さんですね。ちょいとスピードが出すぎてしまいましたので、キーフレームの間隔を20フレームほどにしておきましょう。これで滑らかななめなめの実の能力者の完成です。キーフレームって面白いですね。そしたらまた別の種類のキーフレームを見ていきましょう。今のところこの文字が常にグリッチでブルブルになっています。ランダムのエクスプレッションを追加すると常にブルブルしてしまいますので、せめて登場するときと出ていくときはブルブルはやめてもらいましょう。そこで続いてキーフレームを打つのが VR デジタルグリッチの中の目標点のスケール、お前だ。この目標点のスケールは100になっておりますが、これを0にするとグリッチがなくなります。これを一瞬でオンオフする場合は、ワンフレームだけキーフレームを打つという方法があります。つまり目標点のスケールで100で打った後に、そのワンフレーム前のところで0で打つことで、登場するときはグリッチがかかっていなかったけど、登場した後は速攻でグリッチがかかるようになります。そしてもう一つキーフレームのオンオフをする方法があります。例えば終わりのところでキーフレームを打っておいて数値を0にしてしまうと、そのキーフレームの間ずっと数字が下がり続けてしまいます。そこでこの最後のキーフレームを選択して右クリックをしてから停止したキーフレームの切り替えというのを選択しておきましょう。するとこの停止したキーフレームに時間が来た瞬間に一気に目標点のスケールが0になります。つまりこの停止したキーフレームの能力の中ではこのような時間は消し飛びます。結果だけだ。この世には結果だけが残る。時間を消し去って飛び越えさせた。というわけです。なんとなく理解できたでしょうか。そしたら今度はテキストが出ていくところでエフェクトを加えていきましょうか。ということでここにチョークというエフェクトを適用していきます。これは絞るエフェクトです。そしてもう一つここにタービュレントディスプレイスというエフェクトも適用していきます。これはぐにゃぐにゃに歪めるエフェクトです。例えばここでチョークの中のチョークマットの数値を上げていくとテキストが絞られていって徐々に消えていきます。そしてこのタービュレントディスプレイスの中の量の数値を上げていくとどんどんと歪んでいきます。
ということで、今回はテキストを消していくということで、まずタービレントディスプレイスの量を0でキーフレームを打っておいて、チョークマットの数値を0で再びキーフレームを打っておきます。今回は20フレームほど進めておいてから、クリップの尺もそこまで伸ばしておきます。そうしたらここでタービレントディスプレイスの量の数値を上げていって450くらいにしておきましょうか。そしてここでチョークマットの数値もまた上げていきながら、ここでは20くらいにしていきましょう。キーフレームを打ちすぎると分かりづらいということで、これまた全て選択しておいて、右クリックからラベルでイエローにしておきましょう。 F9 キーを押して Easy to Dance、 滑らかな動きにしておきましょう。さあ、すると文字が歪んでいきながら、チョークで絞られて消えていく動きが出来上がります。こんな感じでエフェクトを組み合わせることで作れるトランジションや表現は無限大に広がっていきますので、いろいろと組み合わせてみると面白いのではないでしょうか。さあ、そしたら続いての歌詞動画で使えそうな表現ということで、このテキストを複製しておいてから後ろに並べておいて、今度は五行の擦り切れという感じで記載しておきます。ちなみにジュゲム、あなたは名前全部言えますか？続いてご紹介するのはアニメーションプリセットというものです。エフェクトとか作るのめんどくさいよという人は、このアニメーションプリセットのテキストというところからいろいろと探してみてはいかがでしょうか。今回はここからブラーズの中にある文字ごとにハーシュブラーインというのを見つけて適用します。キーボード U で今まで打ったキーフレームを見てみると、ブラーエフェクトの中にある開始のところにキーフレームが打たれています。こんな感じでアニメーションプリセットの中にはあらかじめキーフレームが打たれているプリセットがありますので、このキーフレームの間隔とかはご自由に狭くしていって、登場するスピードを速くしておきましょう。ちなみに一番最初に作った不透明度のキーフレームもつけておりますので、透明からブラーも追加されている状態で文字が登場するようになります。適用するだけですでにエフェクトが作られているっていうのは楽な作業ですね。この不透明度とブラーのキーフレームはまた分かりやすいように、右クリックからラベルでアクアというのにしておきます。この2つ目のテキストは最初に作ったチャンネルミキサーから数値を動かしていきながら自由に色を変更していくことができます。さあ、という感じで同じ流れで次のテキストとかには不透明度のフリッカーインというのを適用して、どんどん歌詞を追加していってもいいのですが、なんだかこれだけだと寂しい気もします。そこでここにちょっとしたアニメーションを加えて、ちょっとだけ違いを出していきましょう。ということで、何も選択していない状態でペンツールを使って画面の中に適当に線をうねうねと描画していきます。ここでは塗りはなしにしておいてから、線の太さを15くらいにしておきましょうか。ちょっと太めくらいがちょうどいい。さあ、そうしたら生みの親らしくレイヤーに名前とかをつけておいて、うねらせるアニメーションを作っていきます。まずはこの線が登場する動きを作っていきます。ということで、シェイプレイヤーを開いて、そこにあるアニメーターの追加ボタンを押してから、ここでパスのトリミングというのを選択します。この中から終了点をちょっとずつゼロにしておくと、線がどんどんと消え去っていきます。この時点でキーフレームを打っておいてから、20フレームほど移動しておいて、終了点の数値を 100% にすることで、線が右からビヨーンと伸びてくるアニメーションができます。隣で座ってるだけのメガネ男の顔面にぶつけたい気持ちはここではこらえておきましょう。この2つのキーフレームは選択をしておいて、おなじみ F9 で Easy Ease をしておきます。そうしたらこの線ですが、シェイプの中にある線というところから線幅と書かれているところを開いて、ここで丸型というのを選択します。すると線の端っこが丸くなって、ちょいとポップな印象になりますね。そうしたらこのシェイプレイヤーに対してエフェクトからチョークを提供していきましょう。この流れはもしかしてと思った方は勘がいいですね。そう、続いてはぐにゃぐにゃに歪めるタービレントディスプレイスです。どこからともなくぐにゃぐにゃの線が鼻毛真剣奥義と言わんばかりに迫ってきます。このチョークマットには線の太さを絞る効果がありますので、ここでは10とかにしてみると細めの鼻毛になります。白で良かったですね。ひとまずここでは線が消え去るまで数字を上げていきましょう。これもテキストと同じで、出てくるところと消えるところ、インとアウトを作っているという感じです。そうしたらこのぐにゃぐにゃの線ですが、風になびくような感じでちょいと動かしていきたいですね。ということで、サイズを80くらいに小さくして、ぐにゃぐにゃするやつを細かくしておきます。
そして両のところにキーフレームを打っておいてから、数値を0にしておいたらレイヤーの最初のところに配置しておきます。そして線が消えるところまでで、今度は量の数値が200程度になるように上げていきます。さあ、こうすることで線が右からシュッと入ってきたところで徐々に歪んでいって、そして消えていくようになりました。これ実はさっき紹介したテキストと同じエフェクトなのですが、テキストだけではなく線とかにも使えますので覚えておくといいかもしれませんね。さあ、この右から来たものを左へ受け流すのアニメーションですが、線はペンツールに切り替えておいて、途中で打っておいたアンカーポイントを動かすと後からでも調整できますので、ぐにゃぐにゃ度合いを見ながらやってみてはどうでしょうか。とりあえずこのぐにゃぐにゃアニメーションのレイヤーはここで消え去りますので、レイヤーをカットしておきます。すでに用済みのレイヤーは複雑な編集になってしまうと、カットしておかないと後でいろいろと邪魔になるのです。ということで、ここまで紹介したところで歌詞動画に使えそうな流れのようなものは理解できたでしょうか。他にもシェイプアニメーションとしては、リピーターを使って花火のようなものを作ったり、また丸いものが膨らんでいくようなものを作ったりしましたが、また別の動画でお話しすることにしましょう。歌詞やテキストに合ったシェイプアニメーションをいろいろと考えて追加してみるといいかと思います。それでは今回の動画のまとめとしては、テキストもシェイプもインとアウト、そしてその途中をどう見せるか、これを意識して組み合わせればいろんな表現ができますので、ぜひともあなたも好きな言葉でチャレンジしてみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。